浙江省当局による十字架撤去がエスカレートしています。温州市、広州市などの十字架はほぼ完全に撤去されました。教会の代理弁護士11人は、十字架の強制撤去は違法だとの声明を発表しました。中国系アメリカ人の郭法相牧師によると、浙江省のトップは6月25日の会議の後、十字架撤去をさらにエスカレートさせました。这次会的目的呢，是验收去年拆十字架的工作，然后把那些没拆完的进行大规模的拆除。在温州啊、杭州，现在基本上都给拆完了。这些三次会的领袖也表态，拥护基督教中国化，啊，拥护拆十字架的行为。教会側から依頼を受けた弁護士11人は7月1日、十字架の強制撤去は違法だとの声明を発表し、当局に信仰の自由を尊重するよう呼びかけました。真正违法的就是这些执法者，因为中国没有独立的司法，权力没有制衡，这就是当权者手中握有权力又不受限制，为所欲为，可以造尽一切罪恶。郭法相牧師は、中国のキリスト教は危機に直面していると話します。我去年写了一本书，就拆不毁的十字架，就已经预言以温州啊、以浙江为试点，然后会推向全国。中共彻底铲除基督教的话，他没有那个能力，他就是改造你，让你变得不伦不类，这个是非常可怕。现在中国的基督教前景呢是非常悲观的。アメリカのキリスト教団体によると、当局は十字架を撤去しないのなら教会を取り壊すと脅しています。この10日間ほどで、浙江省各地の教会の十字架はほとんど撤去されました。新唐人テレビがお伝えしました。